さんこんにちは。地球に乾杯の時間がやってまいりました。2023年、この年最初のゲストはシンガーソングライターの山崎ハコさんです。はい、ようこそいらっしゃいました。はい、山崎ハコです。はい、ではまず恒例の乾杯といきましょう。はい、今日はヘルシーにリンゴジュースでいきましょう。はい、乾杯。はい、乾杯です。はい、ハコさんは2月9日新宿のシアタートップスで上演される真っ暗闇女の山、筑豊と書いて女の山というお芝居の主題歌を担当されました。これは椿組の公演です。ではまずこの主題歌について、伺ってまいりましょう。椿組からこの主題歌の依頼を受けたときに、どのようにこの歌を作っていこうと思いましたでしょうか。はい、椿組いくつかやっていまして、作詞作曲もしてくださいという場合と、脚本の人がもう詩を書いてあって、これに曲だけつけてくださいというのと両方やっています。で今回は曲だけという話で、前回もそう でした。時々下曲もやってくださいっていう時もあって受けるんです。一応まあシンガーソングライターなので詞も書ける、曲も書けるであろうという。で今回は詞があったので曲だけというふうに望み、気持ちとしては、そしたら変えていいですよ、詞は曲によるのでいじってもいいですという。それは竹本あゆみさんの本を書いている。で、そういうことを会いに行きました。そしたらそう、言われましたので、そう言われても基本的には私はできるだけいじらないようにしたいんですね。しようと思っていて望むんですね。でいやどうしてもこうした方がっていうとこだけはちょっと触っていいですかとかいう。ですから基本は詩は竹本あゆみさんと私でもないとも補作詞ぐらいだと思う。ちょっとここ方言使って変えてもいいですかっていうようなことは言ってしまいました。したら、すごくいいとか言ってもらえたので2人の共同になります。でも基本大まかなことは竹本さんの詩です。あ、そうですか。はい、すごい。で九州弁を入れたりした方がいいというところは九州弁でやったんですけど、それをできるのはやっぱり私かな。関東の人にはできないか。そうですね。ハコさんは九州ご出身ですよね。はい、そうです。それで大昔ね、青春の門という筑豊炭鉱の話をね、五木寛之さんの、九州出身の五木寛之さんの、書いた話をのテーマ曲を、テーマ曲って映画に出ないイメージソングをやらせてもらったので、それもあって五木さん曰くやっぱり九州人 の思いが、ハコさんの歌には感じられるということで、なんか折り絵っぽい感じがするってなんか言ってもらいまして、ずっと今も歌っていて、なんか代名詞になのようになってるんですね、折り絵の歌って。そうですね。はい、でこの作品を少しご説明しますとですね、真っ暗闇いい女の山なんですが、原作は、森崎和恵さん、詩人作家の森崎和恵さんなんです。で森崎さんはですね、ご説明しますと、これは真っ暗女甲府からの聞き書きというのが今回のお芝居の原作なんですけれども、森崎さんが、ご自身の人生と過酷な労働に従事した山の女性たちの姿を重ね合わせて描いたというふうに言われています。で森崎さんは戦前、日本が植
植民地支配をした朝鮮半島で生まれて、敗戦の少し前に引き上げてきて福岡に住んでいたんですね。でその後詩人の谷川雁さんだと炭鉱の町に移り住んだという経緯があります。そうしたこの森崎さんの真っ暗を原作に、先ほどお話が出た劇作家の竹本あゆみさんが今回戯曲を書いたものです、ね。はい、で音楽自体は作曲はどのような思いを込めて作られたんでしょうか。それね、難しいんですよ。詩がやっぱりあると、やっぱり忠実にっていうか、あのね、あと方言があると、はい、青春のもん近い作り方をしたんですけど、あと方言は自分でこう書いたりしたんですが、青春のもんはあの織江の歌っていうのは、あの年取った人はあれセリフばっかりの歌ですもんねっていうぐらいセリフに聞こえるみたいな、喋ってるように聞こえるみたいなんですよ、曲あるのに、あの喋り声のように入ってくる、つまりアクセントを喋り声に、喋るアクセントにしてるから、あのそれが喋れる、九州人で喋れるっていう私の、あのそれはもう特技というぐらい、それ、九州弁が分かる人でないとできないことですよね。せやけんねって言ったら、せやけんっていうアクセントで作らないと、あのだからさとかいうアクセントじゃないわけね。そやけんとは言わないんですね、絶対に。だからメロディーが綺麗でもそやけんとかやったら違うって思ってる、実感してることが崩れるんですね、せやけんって言わないと実感できないんです、だからさって言ってる意味なんですけど、そういう風に作ったんです、だから織江の歌を作るときは読んだんです最初に、音楽がとても向こうにとかいう風に読むんですよね、そうやってこう近い喋りに近いように近いようにしんすけちゃんとかいう風に、そういう風にこう作っていったんですね。それを今回も自分が方言で書いたらそこに忠実にやる、あとやっぱりね、詩だけというのと読むのと歌うのと意味が分からなくなってきたりするんですね。だからそれはこれはただ曲つけただけでは意味が分からないかもしれない、では変えても変えた方がいいかもしれないけど、意味を変えずに変える言葉、違う言葉はないかっていうのはもう竹本さんを思って、本当に私も詩書くから分かりますから、できるだけ変えなくて意味が分かるようにっていうのは本当にうーっと、もう本当に悩みましたね。じゃあメロディーと詩の持ってる世界が融合するような感じでしょうかね。そうです、そうです、そうです。あと基本的には意味を分かるように歌わないと意味がないので、聞いた人が分からなきゃいけないので、文学的な難しい言葉はあまり使わない方がいいかもしれないとか、もう本当竹本さんが一生懸命考えてくれたんでしょうけど、パッと聞くと意味が分からないとか、難しい言葉は分からないかもしれないとか、割と分かるように分かるように作りましたね。そうですか。曲からもこの山の女たちの、はい、思いなどが想像できるような、そういう その主題歌ですね。硬いとか、きついとか、女たち頑張っているので、それを言いたくなるんですけれども、柔らかい言葉、日常普通の言葉で、分かるような言葉を割と探したし、最終的には気持ちですから、歌い手が詩にはできない思いはやっぱ歌い手が担わなきゃいけないんですね。それは自分だからもう担っちゃうんですけど、それをつまり98まで首都曲があって
ったら、うん、足りてなかったら2は歌が埋める、うん、そういうふうにするしかもない、うんうん、であの私がこの言い切れてないのはもうこの2は心で埋めるっていうようなところが箱ってあるんですね、うんうん、自分で作るからなんかちょっとおぼつかないなこの曲はっていう時はいやもう歌で埋めるっていうようなところあるのでなんとかこの歌を伝えるためにはあの歌と歌唱の部分歌詞の部分、はい、あと曲の部分こう3つが一緒になって出せるという、うん、あのまあ恵まれたところもあるので同じ人間がやるので、うんうん、っていうこともあります、うん、なんせあの九州ではない関東の人たち東北の人たちもこう芝居を見てなんかあの九州弁は分からんけどなんか分かるっていうのがやっぱ最終目的ですから、うんすね、あと頑張ってるのは共通だから、うん、女たちの思いも共通だと思う、東北の女の人たちとか分かると思う、そうですね、開拓の北海道の人たちも分かると思う、見て、だって炭鉱は、ね、北海道ですからね最終的に、はいはい、九州から北海道に流れていきますからね、もう本当になんかそういう思いもありましたね、そうですね、まあ、九州は海峡海を渡ったらもう朝鮮半島、はい、あるいは台湾となるんですけれども、ね、この炭鉱の町の、はい情景というのは子どもの頃から、はい、目にされていたんでしょうか。私は筑豊ではないので県でいうと大分県なんですね、だから全然福岡県ではなくて、ただ大分県の一番端っこなんですね、なので久留米に近いんで、関門トンネルを越えて下関から門司に来ます、門司から九州です、九州来ます、北九州から、それでずっと日田彦山線っていう、ね、あの JR があるんですけど、彦山という山があって、そこで最終的に日田っていうところの生まれなんです私。で日田っていうところまで来るんですけど、その途中に飯塚とか田川とか筑豊があるわけですね、ですから、その筑豊に炭鉱に行くときは必ずそれに乗るわけですね、日田彦山線っていう、だから近いんですね、そうですね、はい、近いと私は思ってます。その昔はね、日本で一番短い国鉄と言われたの、ちょっとしかないんです、あの北九州から大分県の端っこまでちょっとしかないんですね、そこがあってやっぱりね愛着あるんですよ ね、 そうでしょうね、炭鉱の話なので、そうですね、どうしてもなんかね、やっぱ愛着ありますよね。で、今回の戯曲を読みになってどんな感想をお持ちになりましたか。はい、いやこれはですね、そんな風に私は九州よって言ってますが、この森崎さんの、まあ、すぐあの原作を買ったんですけど、はい、真っ暗、はい、真っ暗読みました、はい、でねやっぱり引き上げっていうのが、中国残留孤児とかで一応日本中で引き上げとかいう言葉が出ますよね、引き上げてこれないで子供を置いてきましたっていうのが残留孤児なわけで、はい、引き上げってなんだろうかっていうのをなんとなく分かってるんですけど、つまりあの人たちは中国の人ではないわけですね、はい、日本人、日本の人たちなんですよね、で、そこら辺が分かってないわけですよね、戦争中にその日本が支配してたその時期に朝鮮半島とか満州を作って中国にそうやって日本人がいっぱい行ってて、教師もいっぱい行ってて日本語を向こうの人に無理やりのように教え、で不思議だったんですよ、なんで喋れるのかな日本語って、向こうの人喋りますもんね、教えてたんですね日本の教師がね。なのでこの森崎さんは日本なんだけど向こうで生まれこう植民地だったからいっぱい日本人が偉そうにいたわけですね、向こうの土地なんですけど向こうの人を使ってたわけですね、日本人が威張ってられて
まあ教師も全部日本人で、で向こうで、生まれた人はでも日本人なんですね、うん、で聴いてた曲はアリランなんですね、うん、で育ってたんですね、うん、でも戦争負けてこりゃ日本負けたぞ、帰らんとこりゃもう殺されるかもしれないと言って、それが引き上げなんですね。ここを片付けて日本に帰りますっていう、その時に海を渡って帰らなければいけないという、その海が、あの日本に向かう同海湾、向こうの海を渡って日本に来る、それが見知らぬ国へ行くわけですよね。行ったこともない国、でもそこが自分の国なんですね。もうあの今までよそにいたけど日本人でしたって言って帰ってくるわけですよね。それで聴いてた曲はアリランなんですよね。喋ってた言葉も日本語はあんまり喋れないかもしれないわけですよね。で森崎さんが九州に来て、私しょうがないからもう標準語で喋ってるわけですよね。で私言葉おかしいですかってもう標準語で喋ってるって、本だから分かりませんが、想像ですが、言葉尻では全部標準語なんですよね、はい、でもおかしいと言われてるわけですよね。きっとアクセントとか、ね、そうですね、絶対発音がおかしいんですよね、日本語喋って育ってないから、うん、という複雑な中の森崎さんのことをこう思うと、なんかもう痛いんですよ。大変だっただろうな、辛かった、辛いっていうか自分は分からないですよね、うん、で竹松さんの詩を見ると、私の国はどこにあるんだろうかって森崎さんも書いてあるんですね、はい、帰るとこがないんだって書いてあるんです ね、うん、そうですね、どこに行けばいいと、はい、っていう、よくあの向こうの人はそのバイリンガルって言われても、全部がそのアメリカのねハーフの人も全部が半端よって、私たちは何人でもないんだとかよく聞きますけど、はっきりしてるんですね、日本人だということは。だけどっていう、それで自分がものすごくもや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 と渦に巻かれまして、本を読んで、この人はこれは辛いだろうって答えも出ないけど、だから九州であの炭鉱の人たち見たら、ものすごい生命力、うちはここたいって感じで生きている。で自分は私は何人とぼーっとしているわ、どうしてだっていう、それでも生きているけど、どうも虐げられてるわけですよね。それでも男と同じように働いている、でも女だということでやっぱり条件悪い中で働いてるわけですよね。でも生命力、惨めさはないんですよね、生命力みなぎってるっていう、はい、なんじゃこれはっていう、 そこに受けた気持ちはわかるんですよ、はい、だから私も森崎さんに興味を持って、この人はどういうふうに、どういうふうにアリランを聞いてたんだ、もう一つ言うと、じゃあ日本人の五木の子守歌はどういうふうに聞いたんだろうかと思わず思いましたけど ね、 それも聞いてみたいって思いましたけどね。特に子供時代を朝鮮半島や旧満州で過ごした、はい、方たちは、はい、敗戦後運よく、ね、引き上げられて命があった時点で、はい、自分は敗戦国の人間でも、はい、幼少期は、日本人が支配していた土地に暮らしていたと、はい、この矛盾を自分の中でどうやって折り合いをつけていこうかっていう苦悩が、まあ、想像できますよね。そして今思ったら、そういえば五木ひろゆきさんもそうです。あ、引き上げなんです、ね、そうですね、向こうで日本語を教えてた、そうですよね。いやだから、そして一番もっと複雑にしているのは朝鮮半島だということで、今そこが二つに分かれてるっていうことが、さらにまた、あの言いにくくなっているんだと思うんですね、まあ日本人としては。そうですね、うん、それはあるとも う、うん、もう複雑なことになってますから、ね、で南北分断のもともとは植民地支配ですから、ね、そうです日本がね、そうですよね。そうすると、うん、本当に苦悩を抱えながらも、でも戦後の復興期一生懸命生きてこられたという世代ですよね、森崎さんたち、ね、でやっぱり、うん、
もしかしたらそれが戦争がなければずっと向こうに暮らしてたかもしれないよ ね、うんうん、ね、もしかしたら満州がちゃんとしたかもしれないよ、うんうん、分かりませんが それがいいか悪いか分からないけど、とにかく負けたのでドワッと引き上げてくるしかなかったわけですよ ね、はい、そうですね。その人たちのことを私もあの残留孤児 の、 あのテレビとか見ると全然関係なくいつもボロ泣きするんですけど、前はよく番組やってましたから ね、 そうですね、どこに泣くのかっていうと、その辛かっただろうねとかいう、そこは分からんのですね、うん、でただ対面して、それでああよかったねと思ってこう見てて、別に泣かないんですよね。ただこれであの何十年ぶりのあの、うん、兄弟の再会ですとか言ってこう会いますよね。その時にそっくりなんですよね、親とか兄弟、誰が見ても親子じゃんと、そこでボワって泣いてしまうんですよ ね、 そうですね、なんだかそうです、ね、どうしてこの人たちがこんなことになってたんだろうって、そっくりじゃんって、うん、もうそこ泣けますよ ね、 すね、なんか泣いちゃうんですよね、なんでこういうことになったんだろうとか、まあ、そこら辺ももうこう考えて、それからその引き上げてきて炭鉱に随分行って、それで引き上げもせず向こうの人たちが日本人がいっぱい連れてきたっていう、労働してたって、それは青春のもんにも出てます。 そうですね、その辺も青春のもんでは向こうから来た人たちは絶対落盤が起きたら逃げられない、一番下にいる、それで偉くなるにつれてすぐ逃げられる上の日本人、だからどれだけやっぱり事故で死んだかと思いますよね。そうですよね、炭鉱の中でもそうです、こう区別があるという、ね、本当に複雑な、この今回の話もありますよ、その辺の証言がいっぱい出てきますよ。そうですね、なのでやっぱりあれ、あのこれフィクションじゃなくてね、証言したあれですから、そうですよね、それを本にまとめた、それをお芝居にしているから、それをやっぱりこう象徴的なところ、それでそれと筑豊の話、あの炭鉱の話だけではなく、女たちがまだいびつなりになんとか立ち上がらないかんと、もう炭鉱もどんどん閉山になった、で女たちはこれでいいのかっていう、本当に組合やら何やら婦人会やらの本当にあの最初の方の、私たちはもう普通になってるからね、あの今特に平等なんだし、女も男もないんだし、人間なんだからみんな同じように、 それがどんどん私たちもその男女差別を経て今はそうなってるけど、そうなった出発ですよ ね、 そうですね、まずは女がこう立ち上がって争って今普通ってなったわけ、下から女たちはどん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 こう男の位置まで来たっていうのがあって、それで男たちとやり合って、今みんな問題なんだからっていうふうに なったっていう、その根本はもう、あっちによれこっちによれ、それは違うんじゃないのって、女たちも未熟だし、あの勉強もしてませんっていうまだ時期ですから、学校も行ってませんっていう時期ですから、大正から始まってますから穴掘りは、そこね見ると本当に面白いと思うんですよ。そうやって私たちのルーツのような今の婦人会とか、あのウーマンリブを経て、そうですね、最初にそんなこういうのがあったわけでもないんですよ、これでいいんじゃろうかって、でどっかであの男はやっぱ力が強いけん、女たちは家庭やせんのだと思ってるわけですよ。ただこんなに子育てもして働きもして、これでいいんじゃろうかっていう女たちがぼちぼちいたという、そうですね、そう面白い芝居はね、よくね滝沼さんがいろいろこう、あの証言見るとめちゃくちゃ面白いです、そうですね、でも今回勉強したんですけど、あの NHK のなんとかとか、あとあの、なんだっけね、あの心のちょっと宗教のあの
に森崎さんが出てたり、なんかいっぱいその資料でアーカイブして見ちゃう、面白いですね。森崎さんいろいろ証言してるんです、ね、そうですね。なんかこのお芝居から特に若い世代がね、このお芝居から日本の歴史、隣国との歴史、そして女性たちのこれまでの歩みをここから、入り口としてまた学んだり知ったり、そういうきっかけにもなるかもしれませんね。そうですね。それともう一つエネルギーですね。女性たちのエネルギー。今違うんです。今原発があります。ああ、そっちなんですね。要するにあの八幡製鉄とか北九州工業地帯がありますよね。そのエネルギーってやっぱね石炭だったんです。あ、そうですね。そうなんですよ。そうですね。でもあ汽車が通り始めますよね。貨物、北海道もそう、延々と続く、ね、よく私あの SL とかじーっと見て延々とあの SL が走ってんですけど、全部石炭なんですよ。あ、そうでしょうね。石炭なんですよ。で、昔の八幡製鉄所から最初は石炭だったんですよ。 それがこの筑豊から出てたんですよ。そうですね、いろんなところの集めて、音楽側のところに集めて、でその仕切る人がいて、もうすごかった。その辺も、その最初の方は女たちが掘ってたかもしれないですよ。そうですね。子供をぶって、そうですよね。その辺のも面白いですよね。それからいやで実際にね、北九州って筑豊行きますとね、やっぱね黒いんですよ。土が黒い、はい、ね、だから地元の人、私たちも言ったら、これまだ埋まっとっちゃうね、いっぱいね、石炭こうすぐ出てきますよって言うんですよ。ただもちろんそれはエネルギーになるような質のものではないけど、いっぱいあるんですよ ね、石炭が。そうですね。なんかそういう そんなゴロゴロのが黒いダイヤで日本を支えていたんだっていう、女うたちが支えよったとよっていう思いもあったと思う。そうですね。女たちも、そうですね、うたちがあれを回しよる、なんかそういうのを見てほしい。そうですね。今のストーリーを箱さんのお作りになった曲とともに、はい、いろんな方に、ね、聞いてみていただきたいですね。そうです、そうです。この森崎さんは本当に子守歌というか、向こうの歌を聴いているから、そこも意識してます。思い浮かべるとアリランが出てくるみたい、私は日本人なのにアリランが出てくるっていう、そのでなんか懐かしいなっていうと、 あっちなんですよね、育ってるから ね、 ですよね。その辺のことも音楽にちゃんと入れてます。そうですか、まあ、楽しみです。絶対来てほしい。9日から、はい、そうそう、ずっと行ってますから。9日から19日まで新宿のシアタートップスですね、はいはい。で今回椿組の公演ですけれども、そもそも箱さんは椿組の夏の野外公演で、はいはい、新宿花園神社、花園神社ですね、はい、それが大きなテントが、はい、で2008年に最初にそのこれですね、こっちですね、はい、です新宿番外地、はい、この作品の主題歌ですか。そうです。主題歌を担当なさったのが椿組との。そうです。最初のこれは本当に下曲も書いてくれませんかって言われたのが最初です。あ、そうですか、はい。そして少し時間が経ちまして、その次が2019年扶養作路地のサーガ、こちらが2019年のものですね、はい、これも作詞作曲、これも作詞作曲ですね、はいはい。では皆さんにこの芝居のシーンを少しご覧いただきましょう。扶養の花だけが咲いてた。何が言いたい。過去を素材になくしたいんか、龍さん。なくして何をする。俺には分からん。路地が消えてもて、ますます分からんようになった。やばいぞ、いいや、
この冬を咲く路地のサーガ、これは中上健二さんの原作ですよね、はい、どのようなお話なんでしょうか。ですね、中上健二さん、あのこれはあの戦後に生まれた、はい、もう戦後に生まれてるんですね、45年以降、はい、で戦後に生まれた作家で初めての芥川賞、そのいくつもある3つぐらいの話を1つにまとめてこれにしてるんですけど、路地という言い方をしてる、もう中上健二さん調べてもらえば分かります、島崎藤村の破壊とかと同じ、共通したものがあります、分かると思います、で私はやっぱりね具体的にそれを読みまして、はい、中上健二さんはそこ、まあ、小さ なんていうの地域があるとしますね、そこの生まれなんですね、日本中に点々バラバラいろんな地域が、そこの生まれだから、こう中からその中から外を見るっていう、中上健二さんは僕はここで生まれたから、まあ、あのさっきの朝鮮半島で言えばその日本も一緒ですけど、ここから世界を見ているという、はい、ここの生まれですっていう感じなんですけど、はい、やっぱり問題作ではあるわけですね、はい、問題作なので、そのここそこに生まれた、まあ、破壊を見てもらえば、破壊を思い出すと分かると思うんですけど、はいはい、ここの人たちは結婚もできない、あの普通の、なので、隠すわけです、はい、ここ出身地を、自分の出身地を、はい、何々村っていうのは言えないわけです、はいはい、それでずっと隠すわけですね、はいはい、自分が、ええ、でなのでこの扶養作路地のサーガはこの路地のここのだけの話なんです、ね、あだから出てる役者たちは、あの外からの人いないんです、ここの中で起きることが話になってるので、みんなこうあの隠している、就職もできん、結婚もあの外の人とはできん、なんかちょっと閉鎖的なに生きるしかない人たちなんですね、でその話なんですけど、なのでこう例えば音楽で言うと、朝鮮半島の話だと、イムジン川とかって昔はあの歌えないとかありましたけど、日本にもあるんですね、そこのことを歌うと発売禁止とかになっちゃうんですね、いろんな問題で、それで歌の世界ですね、それは歌の世界で、で、椿君これは上演できるんですかと言ったら、芝居にタブーはないと座長が言い切ったんです、だからあこれはかっこいいと思ったし、あのそれ心意気だな、椿組に惚れたのはそれもありますね、それでこの人たちをこの路地のこの扶養の花ってあるんですけど、この路地の人たちをずっと見てる、扶養のになったつもりで、私は芝居には出てないけど毎回出て歌ったんですね、もう花の精のようなつもりになって扶養を歌ったんですよ、で扶養のつもりでね、扶養って一日で終わるんですよ、ね、そうですね、しぼめばもう終わりなんです、だから明日この世の中がもしかしたらひっくり返ったとしても、私には見られない、できればひっくり返ってほしいよねと思うけど、明日もなんか差別じゃないけど
なんだか受けながら生きてるかもしれない。でもそれも見られない だけど祈ることしかできないけど、何もできない花なんですけど、絶対絶対あのなんか変われば変わればという思いを込めて、あのめげるんじゃないぞというような思いを込めて歌ってはいますね。今流れている歌がそうですね。そうです。もう私はね、うん、生きていくんだっていうことだけにこだわっている、うん、まあ、こだわりは何ですかって言われたら、うん、生まれてきたことと生きていくことにこだわってます。そうですね。なので生まれがどうであろうが、うん、せっかく生まれてきたんだから、ね、何億の中から、うん、生きた方がいいよ。生きたくても死んじゃう人はいっぱいいるんだからって、ね、と思いまして、ね、生きていこうぜよっていう、うん、まあその思いです。このスキャットは言葉にならないけど、そういう思いでスキャットしてますね。そうですか。でね、リバイバルしてほしいですね。いい芝居ですよこれ、ね、めっちゃくちゃいい芝居ですね。私もいろいろ思います。あのご覧になりたい方はこう DVD になっておりますけど、はい、そうですね。でその次がですね、まあそういうこう、うん、この座長の戸場山さんがそういうこう、はい、タブーはないと言い切ったのと、その心意気に惚れたっていうのもあるし、今やるこの戦争童話集とかもそうだし、はい、そうですね、そうですね、この次、あ、その夏、私はその夏の野外劇ばっかり曲を、あの書いてるんですけど、椿組では、でこの2019年で20年が中止になりまして、ウイルス、オリンピックの話だったんですけど、コロナで、そうですね、で21年にオリンピックが開催されましたので、はい、こちらも開催されて、オリンピックの話、これですね、貫く閃光彼方へ、はいですね、これオリンピックの時に新幹線ができたって知ってました。あ、東京オリンピックの時に、東京オリンピックに合わせて新幹線ができたんです。日本全国から来てもらうためじゃないけど、全国はないや、西から、そうですね、みたいですよ、その時のトンネルを掘った男たちの話なんです、これも奥深そうですね。面白いですね、はい、そして、こちらが22年にこれはね、別のちょっと秋ですね、はい、じゃあその前に、それが20、これが1年、これが22年の、はい、夏野外劇、これは歌う役だったので、歌う役として毎日出るという、中盤で出るという設定でした。これもいいですね、私は出るという、まあ、役として、歌うだけですけど、歌手の役 そうですか時代劇ですけど、あ、そうですか、これ、夏祭りなんですかね、夏祭り、花の井愛花、これは花の井愛花ですね、夏祭り、何でしたっけ、なにわ鏡っていう、 あっちの歌舞伎の方の、の東京版にした。あ、なるほど、これもですね、はい、そしてこの秋で、1日しか上映できません、あ、上映で公演ができません、これもウイルスの関係で、1日だけで、そうなんです、初日に行った方だけ、そうです、あれ、それは残念でしたね、ですです、はい、1回しか歌えませんでした。あら、で番外編です、番外編、これは秋ですね、椿組が、これは野外ではなくて、ずっとやってる戦争童話集といって、野坂昭如さん原作の子供でも見れる話ですけど、当時の戦争の話、まあ戦争中にいた子供たちとか、まあ童話になってるのを昔 NHK かなんかでやってたみたいな、童話なんです。で必ず黒田清太郎さんのイラストと、で原田芳雄さんがナレーションしたり、いろんな人がやる、それを舞台、小さなとこでやるんですけど、去年だけ、あのなんか私も行って、ちょっと戦争のイマジン歌ったりしながら、後ろで清太郎さんが絵を描いてくれる、生で、そうですか、ライブ、ライブペインティングみたいな感じで、で皆さんにプレゼントみたいな、あ、なんと全部戦争に関係があるようなものを歌って、私はそうね、清志郎さんのイマジン歌いました、日本語で、あ、そうですか、はい、これもね素晴らしい舞台ですね、そういう、まあ、それだけは椿組ずっとやるんですね、あの
忘れてはいけない物語ですね。忘れてはいけないっていう。そうですね。でも本当にそう、うん、でその中で原田芳雄さんが、はい、あの戦後とか戦前とかもう戦後って言ってるけど世界中で戦争がやってるってことは今戦中なんだって言うんですよ、うん、原田芳雄さんが前に、それがそのまんまになってしまったなと思っても悲しいですよね。どっかで戦争してるってことは今戦中なんだなって。そうですね。今で言えばウクライナ、ロシア軍に侵攻されたんだろう。なんででしょうね。本当になんでこんなことになったんだって、本当に私たちもよく夏にボランティアして、あのなんか朗読したりしてたのにねって思いますが、まあ椿組のそういうなんていうのかね、一番私が椿組しかあんま歌はこうやってやらないんですけど、はい、その心意気もあるし芝にタブーはないっていう、うん、その心意気とこの人間愛みたいな、こう死んだ人たちの人間愛とか、うん、その正義感ですかね、うん、そうですね。長崎この間見て、これはねこう潜水艦とクジラなんですけど、うん、一人ぼっちのクジラが自分とそっくりな、うん、クジラに恋をして、うん、それを守ろうと爆弾からと思うんですけど、そのちっちゃなクジラだと思ってたものは実は潜水艦だったんです。だから撃ってきますよ、当然、だからクジラは分からないから僕が守るっつってズタボロに撃たれるっていう話とか、なんか童話なんですけどね、そういうの痛くて、全部戦争。あとね、なんか長崎であの死にかけた兵隊が、あの弟に言うんですね、あの俺はもうあの死ぬ しょうがないって罰が当たったったいって。どうしてかって言ったら教会にあの爆弾やらで壊してしもうたけん、あのもうしょうがないって言うんですよね。で、あ兄ちゃんが悪い手やなかけん戦争やけんって言うんだけど、もうマリア様やら壊してしもうたけん、もう死ぬわけしょうがないとか言うのとか、ああって急所弁がわかる私はもう、でもそういうことはあったわけですよね。綺麗、ね、みんなそうなわけですよね。だから誰かがやっていかんと、それでな、もう全然あのその座長も九州の人でもないけど、これを作る劇団員もいっぱい、みんながそれをやる。それで一つ扶養の時に思ったんですけど、歌ではタブーがあったり発売できませんとか言われても、俳優さんたちは僕はあの正しい役しかやりませんっていうことはないわけですよね。そうですね。ナチスのドイツもやれば、役がユダヤであればそっちもやるわけですよね、はい、殺人者もやるし警察もやるわけですよね、その役者のこう素晴らしいところ、誰かがやらんと、あの殺人犯の気持ちもわからんわけですよね。わからんでいいんですよ。でもそのダメさ加減を やってくれないとこちらはわからんので、あと紙一重なので私たちも、土地狂ったら怒りが出てくるかもしれないので、それを役者たちが示してくれるわけですよね。そうですね。であの被害者側も加害者側もやるんだっていう、それをこの扶養作で見た時に、やっぱりね、それでも生きていくっていう、いや生きらんでいいのよって言っちゃダメなんだっていう、やっぱそこをものすごく考えて、いやせっかく生まれてきたから生きていこうよっていうふうに心を持っていく、自分とも戦うわけですよね、死にはいいんだって言っちゃダメなんだよ ね。ダメなんですよ。 そうですよね。それをやっぱものすごい考えて、だからあの戦争の話は全然やる気もなかったですけど、あの戦争になったらどうしますか、戦いますかとか、あの、まあ、街頭インタビューなどで ありますよね。で
今もそういうふうにふっと言われると、いや戦争するっていう人と戦おうよって私は思います。そうですね、同じ国にそんな人、そことまず戦わないといけない、何言ってんのっていうと、そうですね、そこからですよね、とずっと思ってるんですよね。そうですね、それをやっぱなくして、そのために忘れてはいけない、それとあの椿組にこだわってるのは、そのあの先ほどナレーションでちょっと出ましたけど、鳥羽山さんは、まあ、どっかの事務所に、あの芸能事務所とかに行って、あの早田芳雄さんの事務所だったんですね。鳥羽山さんというのは椿組の座長さんですね。座長さんです、はい、で原田芳雄さんがよくあのあこう打ち声とか言って、まあ、私も原田芳雄さんは私の歌のファンでいてくれて、私が初めて会った芸能人というか、ラジオ番組でゲスト同士だったんですね。だからその、 あの誰がいいかって、原田芳雄さんは山崎箱がいいゲストで、私は芳雄さんに会えるとも思わないから、って言ったら、もういつも私のデビューのアルバムを聴いてくれてて、会いたいってことで、そうですか、でデビュー版いつも聴いてるって言われたのが、もう最初の言葉。今デビューのお話が出ましたけれども、はい、箱さんは大分から横浜に移られたんですね。はい、でその時高校は横浜でしたんですかね。高校、中学卒業して出てきましたね。でその横浜での高校時代にデビュー、コンテスト、そこで、優勝して、デビュー、それが17歳ですか。17で優勝して18、高校3年でデビューしました。高校3で、もうフォーク界のアイドルと若かったから、後々アイドルっていう言葉もないんですけど、まあでも今で言うね、そうですよね、彗星のごとく歌謡曲しかなかったんですけど、フォーク界では多分高校生はいなかったから、言えませんでした。黙って思います。まあそうですか。でもその実力を買われてもうデビューですね。若かったですから、高田渡さんとかみんな経験があるんですよ。前座とかで出てるから。高田渡さん。そう、それで後で渡さんが、お前はな、フォーク界のアイドルなんだからな、こんなことはしなくていいんだぞとか、こんなことになる、こんなことって何かやると、それはアイドルはしなくていいんだとかね。そうそう、いろいろ皆さんに気を使って、あれこれやってると。後でね。後で私がこう一人にこう事務所もなくなった時に、なんでアイドルがこんなことになってんだお前はって怒られてそうです、なんかみんなが心配してくれましたね。デビューの時の何かエピソードはありますか。で、いやもうとにかくあの、高校生でしたの で、それがまあコンテストをやった人がいきなりプロダクションを作るって言い出して、あコンテストを主催した人が箱さんのために、どっちかと言ったら素人だったと思うんですね。あの興行を打つ人だったんですね。その人が、あの君が優勝してみんながプロになれって言ってるから、プロダクションを立ち上げるとか、もう分からないけど、もう仕事も捨てて立ち上げるっていうから、なんか分かんないけどついていかなきゃいけないんだろうなと思って、でだからはいって言って、ずっとそこに入って、割とあのもうプロデュースするから、まあ、みたいな感じで、もうガチガチこうなんか人と喋らずに、なんで閉じこもった箱入りのように、音楽に集中。そうですね、他は何もさせてはもらえなかったですね。で曲を作り、詩も友達も作るなみたいな、作らない、もう音楽だけにせないじゃん、でも大評判になったわけですよね。そうだね、分からない、自分でその情報はあんまり入れられてない、売れてるとかいう情報は入れられてなかったですね。でもスケジュールがもう過酷だったんです。過酷は過酷、休みはないから遊びなんか行く暇もない、ないですね、それは。で遊ぶっていうことが意味が分からない、でも好きな音楽に没頭できたと。そうですね、自由は一切なかったんですけど、歌うとき自由なので、こういうふうに歌えとか言われないし、作るのはこういう曲作るなとも言われないので、
売れる曲作れとは後々言われましたけど、それは分かりませんって言って、音楽に関しては自由、自由だ、歌ってる時が自由なんだとは思って、いつも歌ってたんですよ。だから苦しくても歌が楽しかったんだと思う、はい、もう寝てないしきついから、すごいコンサートきついんですよ体が、でも、今自由だと思う。もうライブの小さな劇場から大きなところ、いえ、あの1975年の10月にデビューしたんですけど、76年、77年、あのライブハウスは10年ぐらい経って、15年経って、その時にやっと10本ぐらいしかなかった。ほとんどが会館なんだ。市民会館とか、東京でいうと読売ホールとか、都市文化センターとか、新宿厚生年金もありましたね。読売ホール4、500の会場、今から50年近く前です。大きい会場で。そうなんです。だからこうあんまり喋んなくて済む。お客さんも遠いし。でも次は何々やります。一人だからもうヒヒ言いながら喋る元気がないんです、ただ歌はきちっと歌わないといけないから、いけない、自分でそういうやつなんです。真面目な。恥ずかしいから。プロだから。でも聞く方たちにインパクトを与えていたわけですね。それが、そういう情報も分かりませんのです。いやでもね、歌ってた意識しかないんです。山崎箱といえばっていう感じですよね。それかと。ただ名前は、よく言われますね、山崎箱さんって、あの山崎箱ですか、はい、分かんないけど、これが箱です 笑うんですかとか言う。あら、でもその中で事務所が、倒産という、倒産って、ね、解散という言葉を使ってましたね。倒産です。でも多分その辺も倒産ってすると、いろいろあのなんか印税とか、まあ、事務所が取ってたので、解散にすればまだつなげるみたいな、よくわかりません、ね、突然のことで、亡くなりました、ね、どのようにこれから生きていこうというふうに思ったんでしょうね。いやもう全くわからなかったですね。とにかく家を追い出されて、滞納してるんでみたいな、すぐ出てくださいって、契約事務所になってるから、とにかく出てください。そうですか。そこからですね、まあ、郷里に戻るっていうわけにもいかなかったですよね。選択にはなかったです。なかった。もう、何でも一人でやるからね、と言って、みんなで送り出して、ね、あの私は祖母ばあちゃん子なんで、ばあちゃんに心配かけたくないから。じゃあ事務所の解散もあまり言わなくて事務所が解散したことも、いや、まあ、新聞に出たので、箱はどうなる、倒産でね、箱はどうなるって出てました。でもあの帰ってこいと言いますけど、いやそれは大丈夫とか言って、みんながあの印税で暮らすしかないからって、周りがしばらくは印税で食いつなげって言ったんで、私も、って言って、印税ってなんだろうってそこで気づいて、でみんなあの通帳とかに入ってるでしょ、っていう、そういうとこから始まったんです。普通ね、レコードや CD の売り上げに、伴って、いやそうでしたか。それはね、いいんです、いいんです、無知だったんです、無知だったんです私が、それはね、無知だったんです。それはもう私がもうドジだったんです。いやいやいや、でも何とも思ってませんから、なんとか生き抜くぞ、あの、そうそうそう、これから先のことを考えて、でそういう時に原田さんが手を差し伸べてくださったんですかね。そうですね。それから最初に、原田さんのお家に行って、あの 家を出されたって、だからやっぱりとにかく印税とかをまとめて何とかしなきゃって言って、それは何の話ですかって言って、何ってなって、ちょっと
怖いお前って、ね、お前何言ってんだとかいう話からです、ね、あそうですか。それで何ってなって、それから渡辺恵里さんのところに芝居にねちょっと出てた、最初が恵里さんの舞台で、そうでしたか。三十丸が再びっていう時の客演だったんです。歌う役、ハコちゃんセリフないから歌ってっていう、それが条件で、ね、っていう、アルプスの少女ハイジのように、ね、クララのように最後に立てるみたいに、そこで最後に歌うっていうのをやってっていう、でエリさんにも行きました。なんしたらもうすぐ合鍵貸してくれました。うちに来なさいあのっていう人、それから吉尾さんはあの飯食いに来いって、うん、うちに、はい、毎日来て、俺が撮影でいない時は誰かいるからうちで飯食って、うん、飯食っていけっていう、うん、そういう、 こう手を差し伸べるっていうのがやっぱありがたかったです。もう歌のことだけしか考えんから、お前こういうことなんだって、人として、うん、社会人として全然ダメだったんですね。いやいや、何も知らされてなかったんですね。うん、まあある意味もう本当にこうそれだけでこうやって来たんですね。でそれからこれじゃいかんって、だけどもう40だったんですよその時ね、はい、それでもう世の中のことを何も知らないっていうことにはたと気づいたんですけど、もう遅いで、どう早回しで人生を知るためにはどうしたらいいか、芝居と映画だと思った。あの芝居だともうほらいろいろ感情移入してこう見る、うん、映画もそうなんですけど、はい、そうすると悪い役にも感情移入するし、はい、今度こう騙されてる人にも感情移入する、騙すやつもする、うん、でもういろんな人にもう なったつもりで見る、はい、それがいろんな人生を知る手段としてはこれしかないと思ったんです、ね、それでいろんなあの日常のお芝居からいろんなお芝居見れるでしょ、はい、ちょっといちいちはははとか言って、うん、こういう人生もある、こういう人生もあるんだ、あ私みたいなやつもいるとかさ、あこういうお母さんってこうなんだろうなとか、結婚ってこういうことなんだへーとかさ、そういうふうに、それでもう時間が惜しくなっちゃったんです。もう40になってるから、うん、それで毎日芝居を見ようみたいになって、横浜にいたらもう芝居見れないって言って東京でとにかく住んで、もう帰らなきゃいけないから横浜に、でも東京に住んで、もう遅くまで行って勇気を出して、例えばエリさんとか山崎箱ですって、私こうって会ってこちらから声かけたんですよ。今まではマネージャーが全部言う、で声かけて今度来ないって言われたら、はい行きますって言って初めてそれで芝居を見に行ったんです。見たことない、そうするとなんか打ち上げするから行かないって言われて、今までは絶対ダメだったんですよ人と。そうです、だけどこう行ってみると恐る恐るみんながこう、でそういうところから始まると、なんか箱がいるっていうと、みんな何も喋んなくていい、飲まなくてここにいてとか言うだけで、なんかみんな嬉しいからとか言われて、でなんかわかんないけどじーっと、あの箱さんが、ね、いやなんかあのそうですね、風間森夫さんとかも塚劇団の人たちで、昔のね根岸俊恵さんとかいると、ここに箱いる、根岸さんはこう三十丸でまた知り合ったから、とかなんかいつもこうやってずっと見たり、大阪の劇団いたらずっといたり、もう早回しで社会勉強しなきゃいけない、今でもそうです。手段の一つが芝居、映画、手段っていうのと、あと手段にもなるし、結果的には、はい、ただ楽しい、まあね、それはそうですよね、うん、面白いっていうだけ、見たことないから、ある意味ではそれが充電期間だったかもしれないですね。そうですね、音楽とちょっと、そうですね、あと仕事が事務所がそんな風でないわけですよね、だからいっぱい見ていくだけでお金もないんですけど、あの芝居を見てずっと人生勉強して、一人で事務所もないので一人でギター抱えて大阪行って、それと帰ってくるとまた芝居。昔そういえばあの大阪にライブハウスに行った時なんか、大阪の劇団訪ねて、あの芝居今日やってないですかって言ったことあるんですよ。だから
うちの劇団もやってないけど他の劇団がやってるから見るって言って見させてもらったり、あ、そうですか。もう本当に貪欲に見ましたね。でもそういうお芝居演劇人たち温かいですね。そうなんです。それで気づいたの、演劇の人たちはみんな歌詞を大事にしてくれる。あ、なんか歌が好き、そうです、ね、だから歌手っていうともう、うん、ハコさんここさとか言ってくれるんですよね。で歌手は劇場で会ったことなんか一度もないですよ。来ないと思う。あ、それぞれやっぱり事務所のスケジュールでいっぱいで来られないかもしれないね。そうですよ、行きたくても行けないかもしれない。そうなんです。あ、それもあるし、誘っても、いや、しばらく、あ、映画は見るかもしれないけど来ないですよ。あ、 そう、それで、じゃあ私も歌手の中で一番見てるかもっていうのがあって、そうですね、それと映画も好きです。原田芳雄さんとかも見てるから、そうです、ね、みんな映画人いるから、その芳雄さんのお家に行くと、もう全部俳優さんで、で原田芳雄さんがあの全部紹介してくれるんですよ。それこそいろんなとこ行って、あの内田裕也さんに紹介してくれたり、吉尾さんちゃんの頃ね、桑名さんがいたり、城山中さんもいて、城山中、うん、そう、横浜の箱をよろしくって言ってくれるんですよ、あ、そう、あと桃井かおりさんとこめっちゃ優しいんですよ、箱ちゃん箱ちゃん、だって、ね、ちゃんとじゃないと吉尾に怒られるからさって言って、あと松田優作さんもいろんな人に箱がいいからって、CD を、私のデビュー版とかをみんなに、あの松田優作さんから箱のことを聞いたっていう人いっぱいいるんですよ。そうでしたか。原田芳雄さんから聞いたっていう人もいっぱいいるんです。だから恩があるでしょ。もうこれは本当に、で私がこんなに映画と舞台好きなんで、原田芳雄さん家にその座長がいたんですよ。もう全部つながっていて、そうですね。それで芳雄さんがいつも、あの鳥羽がいいっていうもんは絶対鳥羽は嘘つかないから、まあめったにいいって言わないけど、って言って、鳥羽は正直だから信用できるっていつも言ってて、それで椿髪入ってみるとやっぱ心意気と、なんかこう脇の脇役をやる人たちのこう、あ、人間愛っていうかね、主役と違う、でも芳雄さんは好きでしょう、みんなみたいな、だから鳥羽山さんたちは脇も何もない、全部全部がその人生の主役、一人ずつ大事にしますよね。で鳥羽さんが脇にいるといいんですよ、すごくいい。芳雄さんの映画とかの鳥羽山文明の脇の悪い役になったり、いい役になったり、すごくいいんですよ。人間味があるんですよね。そうしてみんなに支えられながら音楽活動が再び始まった、はい、それは、まあ、あの2000年も過ぎてからで、2001年に突然結婚しましたから、そうなんです。ここまで来るのなんか長すぎてすみません。いや、それがまたかっこいい方ですね。はい、安田さんですね、この伝説のギタリストというか、安田さんとパートナーになった、はい、そうですね、2001年の1月1日の午前0時、午前0時、そうですか。それはね、あの、うわー、あのうわーですね、全然話違うんですけど、カサブランカっていう映画があって、ハンフリー・ボガーって、そうです、女を逃がすときにその、あの女がなんか言って、いえいえ、そんなちょっと1週間前のそんな過去のことは忘れちまったぜってこう言うわけですよね。もう忘れたらもうそんなことお前らに言えろみたいな、アフリーボガードが、いや詳しく覚えてないけど、まあそれがとってもこうなんか残ってて、でいろんなことがあったけど、それは20世紀のことだった。あー、なるほど、2001年、ね、そう、20世紀のことだから、もう 1世紀ももう今21世紀だから1世紀前のことだって心に思いたくなったんですよ、急に。うーん、それでいつ21世紀になるかを調べたんです、はい、したら2001年だったんです。あ、そうですね、2000年だとまだ20世紀、そうですね、
2001年の1月1日だったんですよ。そこから21世紀だった、はい、だから矢さんちょっともう、もうそんな事務所にいたから男女付き合いもないわけですよ。ただ矢さんはなんか一緒に家族になれたらいいなとかちょこちょこ言われてたので、そしたら21世紀になる2001年の1月1日の0時受付っていうのどうかな、はそれを行こうって言って、面白いなんとキザな、いや私はそれは言ったんです。あ、そうですか、失礼します。その時になんか藤あや子さんに曲書いてたかな、そのあたりで、その藤あや子さんのレコーディングに行ったら、安田さんがギターを弾いてて、え、ハコはなんでマネージャーいないのって、そこがきっかけだったんですよ。あ、それ事務所がもうないのって言って、それで作家活動をしてるの、その時こう一人で来たのって、それで安田さんが、まあ、ギタリストとしてスタジオミュージシャンとしていて、そこからあそうなんだって言って、あの送っていこうかみたいになって、そこから安田さんと初めて話した。あ、そうですか。それで藤あや子さんってなんとなくここきっかけっぽい独身最後の歌なんになるんですよ、その曲が。で藤あや子さん紅白に出るから、じゃあ録画していこうって言って、0時受付だからもう出なきゃ間に合わないよって言って、なんか本当映画みたいでしょ、で録画して2人で行ってでしょ、区役所紅白も今日見れないから録画録画。うわ、そうですか。なんと素敵な、私の曲でも何でもないんですけど、藤あや子さんなんかきっかけだからって、私の曲でも何でもないけど、いや撮っとこ撮っとこそれで、そう2001年、それでもういいよ過去のことはいいじゃんって言って、裁判しますかと、そんなことするつもりはさらさらござんせん、もう明日から安田さんと二人で生きて、で安田さんはアコースティックギターの人ですけど打ち込みとか全部作るの、あ、そう、一人で全部やれるんです、やれるんですか。だから2008年のこの新宿子守歌作る時も安田さんが音全部うちで作ってくれたんですか。ただ レコーディングみたいな曲で、劇なんか芝居の音楽じゃないみたいに普通の CD みたいに作っちゃったっていう、綺麗にこのまんま CD にしましょうみたいな歌になったんです。なんかそれはとっても助かりました ね、 そうですね。安田さんがいろんな音楽作って、うちらでずっと20年作りました。そうですか、はい、じゃあ2人で新たなパートナー、20年生きてきました、ね、お互いに新たなパートナー を得て、あ、私は初婚でした。あ、まあ、あ、まあそうですか、はい、お互いにパートナーを得て、そうです、音楽活動を、ね、うそうですね、仲間、音楽仲間ができて、ね、こうしてもらって、お互いに この人すごいなとか、いい音出すなとか、で安田さんも、歌うまいわとかよく言ってくれたの で、ね、お互いに尊敬し合って、だから幸せでした ね、 そうですね、仲間がいたので、そうですね、で音楽も生まれて、はい、なので、子供いないんです。私たちは歌が音楽がかすがいだったから、して何としても生き抜くんだということですね。そうですそうです。けれども悲しいことに安田さんがね、ご病気 で、2020年の末、ね、はい、で、まあまあ、追悼の意味も含めてこのアルバムが、ね、そうですね。コロナでお葬式もできなかったので、あの周りのレコード会社とかみんな多分1年ぐらい後になるんじゃないか、その頃にお別れの会できてるか分からないけど、今の業界の感じでは1年間はもうできないだろう、できないですか。だからその2021年を目指してアルバムを作る、そうですね。でこれは非常にいい曲がいっぱいあります。先ほどお話に出たね、あの、まあ、さらば、あ、井上陽水さんなどの歌もありますし、そうですね、陽水さんのアコースティック時代をほとんど弾いてました。そうですね、あと望郷、私のも入っています、ね、私のレコード会社なの で、 そうです、ね、でも望郷は全然別のレコード会社ですけど、それデビューなんです、ね、デビュー版の1曲目なんです、ね、吉尾さんもその歌が好き で、 そうです、ね、あとオリエの歌ですね。そうです、オリエの歌も、青春のもんでね、ティリティンっていうのは吉尾さんなんです、ね、白い花、そうです、あれもいい歌で、東京港町気分、はい、悪友さんの未発表の
そうですね、はい、あとニューシネマパラダイスあのテレビ、ね、なんか CM でそうですね、まあ、これは素晴らしい。またこの、ね、ジャケットの裏側にこう2人のねこのなんか素敵な、ね、元気な時のライブ、ね、そうですね、まあ、それがその安田は北海道の人で、私は九州で、でなんかそれこそあの夕張とかの話もよく聞きましたね。あそうですか。知らないんですよね、うん、私たちは炭鉱ね、やっぱり夕張九州から来た人いっぱいいるんだよね。そうですね。まあ、そうあと北海道の炭鉱にはそれこそ、はい、あの中国大陸から連れてこられた、ね、人たちもいて、いた九州はね、あの韓国、はい、朝鮮半島から、そうなんです。だからもう本当に複雑な、まあね、ですけどやっぱりあの頃のやっぱり日本を支えてた、うん、私は子供の頃に練炭で育って、ね、掘りごたつだったから、うん、それがばあちゃんこれはあれやろ、あの三池炭鉱の月が出たから来たっちゃろ、で男たちはね酒飲むとすぐね月が出た出たって歌うんですよ、その時に三池炭鉱のっていう歌うんですよ、上に出たって。だからその三池炭鉱っていうところで練炭が作られてるっていうのはそこの石油っていうのを聞いてたので、ばあちゃんこれは月が出た出たんとこやろってから来たとやろ、ちょっと豆たんもある、あの寝る時に、この豆たんも月が出た出たんとこやろって言って、そうやって育っているので、なんかもう この話はもう本当になんかあの青春のもん以来、これ40年ぐらい経ってるんですけど、79年に作ったのであれば、映画はもっと曲が先なんです、ね、映画もっとあって81年なので、本当にもう40何年経って再び炭鉱のことをまた、いや九州弁が使える人がやった方がいいと思ってます。歌は ね大阪弁の歌は大阪の人が歌った方が絶対いいと思います。ね、なのでやっぱりどうぞ見てほしい、宣伝をして見てほしい、私たちの知らない日本のルーツを。そうですね。そして、まあ、この CD でね、やっぱり織江の歌も聞いて、ね、そうですね、いただきたい、はい、で今ウイルス問題でなかなか、はい、講演活動が、進まないんですけれども、ハコさんは あんまりライブハウスというよりは大きなところでそれは昔の話 で、今はあのそんなことは全然ないです。コロナからいろいろ変わりましたけど、ずっとライブハウスでも2人でやっていました。近いとこでは言いましょうか、2月は、ね、28日に、はい、原田よしおさんの誕生日って2月29日に4年に1歳しか年取らない、はい、そうなんです。でもう20歳がこの間だったんです。だから今度ウルード氏で21位になる、なのでその3年間は小さなライブハウスでずっと毎年28日にやるんです。2月の29がない年は、で2月28はやります。またあの原宿なんですが、黒子代理で、ね、はい、原田芳雄さんの歌しか歌わないんですけど、原田芳雄さんに 縁があったりの人たちばっかりが、役者たちがだからほとんど来て、ゲスト、私ずっと歌ってますが、今年は佐藤浩市さんですね。あ、そうですか。役者たちが歌うんです。まあクロコダイル面白いですよ。面白いです。みんな役者さんの歌います。そうですか。これは貴重なライブ、はいはい、それから去年から復活、私は5月にバースデーライブをやってたんですけど、はい、去年3年ぶりで復活しまして、はい、まあもがずっと心のもが開けなくてですね、安田さんね、なかなか大変で、はいはい、それで去年復活して今年もやります。5月、そうですか、はい、5月13日にやります。ホームページとかに、そうですね、出ていますので、皆さん箱さんのホームページでぜひ確認していただければと思います。
じゃあ、ハグさん最後にで、あ、そうそう、どうぞ。お芝居はですね、お芝居一応ですね、毎日、はい、出てくるとハゴがいるということになってます。シアタートップスのこれですね、はいはい、これは出てくると私が立っていると立て、じゃあハコさんに皆さん会いに来てください、はい、そうですね、お願いします。ハコさん先ほど、はい、生き抜く生きていくことだとおっしゃってましたけど、はい、じゃあハコさんにとって音楽はシンプルな質問ですがどんな存在でしょう。あのね、音楽というか歌なんですけど、私、はい、歌うことが好きなんですけど、はいはい、まあ私の歌ですね。それはね、気づいたらね、ハートがあるじゃん、心臓が、はい、心臓に何かがくっついてるんですよ。だから心臓が動けばそいつも動いてるわけですけど、はい、それが私の歌なんです。だから心臓がパタッと止まれば歌も止まるかもしれない。でも動いていれば、そうですね、それで心臓が緊張してドキドキしますでしょう。そしたら歌も緊張して、でも心臓と二人で、あんた静かにしとけって二人で言って、心臓もいやもうドキドキして、歌もドキドキしてるっていう、私そうやって心臓と息してるのと歌と一緒に、あんた落ち着かんねって、なんで九州弁かわからんのですけど、そうやって私の歌は私の心臓とくっついてるんですよ、うん、そうですね、はい、で多分買ったらどっかこの辺に安田さんもこう、ね、なんか埋め込まれてるっていうか、こう言って、はい、俺もドキドキしてんですけど、そうですね、そうそう、でちょっとギターテクもちょっと教えてくれんかねとか言いながらこうやっていきたいですよ ね、なんか私の歌は多分ある時気づいた、うん、母心臓にくっついてんだなって。だってドキドキしたら歌もドキドキしてるってことは、くっついてるなこいつって思ったんですよ。そうですね、かわいいでしょ、そう思うと本当になんだか愛おしくなりますね、うん、そうそうそう、だから心臓大切にせんと歌も、うん、歌いきらんことなるよって、ね、ばあちゃんの言葉みたいに、自分で、そうですね、そうそう、明治のばあちゃんの言葉が結構生きてるんで、いいですね、はい、本当に命を大切にするね、世の中にねしたいですね。せっかく生まれてきて、ね、せっかく歌手になったけん ね、苦しい時あるけれども、うん、誰かが なんかね手を差し伸べてくれるもんですよね、うん、あと、うん、誰も差し伸べてくれん時は、はい、最後に一人いますよ。そうですね、自分が、自分がね、自分がいる、この中には、うん、私っていう人がいるんですよ。寂しい時は私と喋る、あ、そうですね、それしかもない、そうですね、それでもうしたらこいつもう同調するとしょうがないけど、私の場合は逆のこと言うんですよ、うん、あもう終わりとか突っ込まれるんですよ、うん、さあなんか弱かねえ、うん、あちゃ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 突っ込まれるんですよ、歌下手やん、あちょっと言わないで言わないっていうのがあって、うん、何っていう、私はそうなんですよ、過去の歌がいいから、うん、聞いてっていうのは箱じゃないんですよ。でこの人が宣伝しちゃったから嘘つきにしないように箱はちゃんと歌います。そしたら永遠にお互いのために、そうですね、で私も宣伝した人を嘘つきにしないためにちゃんと歌うし、うん、この人が箱はちゃんと歌うから聞いてって言われたら、あ言われちゃったよってちゃんと歌う、うん、二人で支えていく、なかなかきついけど、クソって思って二人で行ってる、いいですね、それしか手がない、ありがとうございました。もうね、取り留めがなくて、もう皆さんも、ね、こいつごめんなさいませ、もう箱さんの歌そしてお芝居、皆さんそうこれね、みんな必死でやってるから、ぜひ、はい、見てきて、座長もかっこいいから、見てくださいね、はい。
今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。様は一番方は私は二番上がり下がりで会うばかりごと参考着すればホルモンともねるかかかれあいやあんた石炭は私のものあれはありだ炭鉱の石炭の話です。皆さんどうぞ見に来てやってください。過去の歌も言ってやんね。よろしくお願いします。みんな頑張ってます。椿海の富山文明でございます。ワイは男隊と言いたいところですが、今回のお芝居真っ暗闇女の山は女炭鉱夫のお話です。明治、大正、昭和と生き抜いた女炭鉱夫、今のこの時代の先を行く男も女も一緒に生き抜いた時代のお話です。どうぞシアタートップスお待ちしています。